隠されたものを果たしてみせる。陣容がこれほどとは。急がなくて、殿が。そう、危ないですよ。劉備殿もあなたたち二人も。宝生殿、策があるのですね。ええ、もっともこの悪党の策に従っていただけるか。もちろんだ。では、我らが体得を襲う不埒な奴らに報復を始めましょう。皆さんは本陣を死ぬ気で守ってください。俺が劉備の助けに。敵の要所をぶっ潰す。行くぞ。俺らはあそこを狙うぞ。役に立つとこ見せとかないとな。敵の逃げが大の道。ここはリーグの策を成せば。宝生殿はいかなる策を言われるのか。いや、今は自分の任を全うせねば。突撃。宝生殿は策があるから。今できることをやらない。Yeah!
事で、まったくあなたという人は。やっ、邪魔よ。私の邪魔をした人の顔覚えておく。敵将討ち取った。おお、救援か。ありがたい。世話をかけるな。おお、ここで援軍とは。強さを分かっておるようだ。助かったぞ。今私の命があるのは援軍のおかげだな。リュウグ殿、安心するのはまだ早いです。今しばらく基地に立っていてください。恩義をまとみ、報復の策を描きますので。私を勝利へと導いてくれ。その働き、見事と言うほかない。その働き、見事と言うほかない。面白いやつだな。一人で何してんだ。倒せば出世間違いなしだぜ。まだです。まだ足りませんよ、リュウグ殿。渾身の一手のため、もっと動いてください。リュウグがこっちに向かっているだと。よし、我らで奴の首を取るぞ。なめたまにしやがるぜ。お前ら仕留めてやれ。だってそろそろだな。工作部隊、土砲の準備にかかれ。劉備殿、義軍の引き付けは十分です。もう本陣に戻ってもいいですよ。
こそ報復の時。どこだい、これまでの進歩を倍返しにしてやれ。まずい、完全に敵の射線に捕らえられているぞ。戦場の機運が実にすがすがしくなりました。あとは押し込んで敵の大将を撃つだけです。邪魔よ、後世に敵は壊滅状態。あと私たちの手で終わらせる。やりますね。これでも感心しているのですよ。この働き見事と言うほかない。自由にならぬ体が憎い。敵将討ち取った。ここで登場ってかっこよすぎでしょう。俺このまま押し込み、ここで勝ったと思うなよ。敵将討ち取った。おいい戦ぶりだ。
撃。ゾッとしますよ。そもそもこの戦も五の口車に乗ってこの有様です。人がいいにも程がある。すまない。謝罪など結構。その代わりこの恩は倍にして返していただきますよ。宝生殿、今回は私の不明であった。これからもよろしく頼む、宝生よ。こんな俺でいいならどこまででも。